はい、補足動画です。今回はですね、単純に売上のことだけを見てお話ししますんで、ちょっとね、人によってはいやらしいな、この人って思われるかもしれませんけども、あくまでも売上についてだけお話ししますね。これはスーパーマーケットでも同じ考え方をしていたんですけども、スーパーマーケットって、基本的に2キロ以内に広告を巻くんですよ。で、3日に一度来ていただけるような常連さんっていうのは、半径2キロ以内にいるその世帯に対してそういうふうに考えていくんですよね。ですんで、ごく地域的な商売をしてるんですよ。それはお分かりだと思います。そうなるとね、マーケット規模はどういうふうに考えるかってことなんですよ。例えばね、1世帯あたり、計算しやすく1世帯あたり30万円の月収があるとします。そういう家庭ばかりで、周りの証券ができてるとしますよね。そうすると家が2万件あると2万件かける30万円が毎月マーケットとして存在してるっていう考え方。それに対して広告や商品のボリュームってのを計算していくんですよ。ちょっと大きすぎて分かりにくいと思いますので、ここからね、考え方だけを私たちのような個人ビジネスに置き換えていきます。特に YouTube を中心に商売をしていく時の考え方の一つです。視聴者さんが10人いるとしますよね。いつも見に来てくださる方が10人。要するに再生数が1も10。いつも10なんですよ。これをがっくりこれじゃ売れないよって感じるとしたら、その人にチャンスはありません。だってね、10人見に来てるってことは単純に考えて、1人の月収が20万だとしても、毎月200万円のマーケットの中にいるってことなんですよ。じゃあ200万円のマーケットの中に自分が真ん中にいて発信してるとしてね、そのうちの 10%、1割、20万円を作れませんかって話なんですよ。じゃあ、200万円の20人、10万円、20万か。20万かける10人で200万円作ってるとしたら、1人当たり1万円の商品をみんなに売ると20万ですよね。もしくはちょっと頑張って、1人で20万の商品を買っていただければ、それだけでも残りの9人が買わなくても、マーケット全体から1割を持ってくることできるわけですよ。で、こういうふうに考えるのって別にね、個人事業主だから YouTuber だからっていうのに限らず、大きなこう企業だって同じことを考えてるんですよ。この証券にはいくらの収入が可処分所得が眠っているかなってことなんですよ。そうなると、例えばね、車のセールスでもそうなんですけども、1人当たりのノルマを100台ってなんないわけですよ。それでマーケットで分割していって、車の耐用年数とか景気動向を計算すると、1人当たり月間で3台売ることはできるだろうなというふうに見込むんですよね。ですんで、ちょっとね、組み合わせが良ければ5台売れるし、ちょっと運が悪ければ1台しか売れない、もしくは0の時もある。でも長くやってると平均して毎月3台売れていくっていうのは、これは計算式で成り立つんですよ。もちろん所得がない人の世帯にドーンと車屋の営業に行っても無理ですよ。でも所得がある程度あるところに営業所を出すし、営業に行くわけですよ。で、反面ね、YouTube 放送していて、収入がゼロっていう人を100人抱えている。もしくは1万人抱えている。1万人の視聴者さん全員収入ゼロです。こういうところで、100円や1000円の商品売ったって売れないでしょ。でも、10万円とか30万円の商品を売っても、みんなに安定した所得が毎月あるとしたら、それはあとはね、お金を出すべきアプローチをしているかどうか、お金を払うべき価値を提供しているかどうかってことに尽きるわけなんですよ。ですんで、自分の技量に応じて商売って成り立って、結局どんな人もね、誰かに毎日何かでお金払ってるんですよ。ここが大事ですよ。どんな人でも誰かに毎日何かのお金を払ってるんですよ。じゃあ自分が選ばれずに誰かが選ばれて、そっちの方にお金が流れてるっていう考え方もできるんですよね。あとはお金を払うべき価値のあるものを自分が提供できているかどうかってことになりますけども、私たちは幸いにして情報を扱っていますから、何も作ることなく情報ってものを梱包してお渡しすることができるんですよ。だからここが情報ビジネスの強いところなんですよね。一人でも多くの方に情報産業に来ていただくことを私も願ってます。まだまだ情報発信者足りなすぎます。特にやめすぎるんですよ、みんなね。大事な情報を伝える人がいなければ本当にね、立ち消えちゃうんですよ。最近でもね、不思議な事件ですけども、岡崎警察署の中で、被疑者の方がね、いじめられてお亡くなりになってるんですよ。しかもその方は糖尿病を患っていましたけども、糖尿病の薬を警察官がわざと与えない、そしてトイレの便器の中に顔を突っ込んで水を流してみんなで笑うみたいなことをしていて、この事件でこの方死亡しました。でもこれ隠蔽してるんですよね。伝える人がいないから伝わっていかないんですよ。私たちみたいな小さな YouTuber がいくら喋ったところでテレビメディアが一発喋るのと全然ね、影響力違うんですよね。だから世間的にはなかったことになっちゃうんですよ。人一人の命がここまで不当に警察によって組織的に奪われてもですよ、怖いですよね。だから情報発信する人がまだまだ足りません。情報発信者になっていただいて世の中を変えていく、それに対して自分の対価をいただく、なんかごくまっとうなことだと思うんですけども、いかがでしょうかね。むしろ情報を発信しない人のおかげで世の中が変わらないと言ってもいいと思います。私はね、情報発信が世の中を救うと思ってるんですよ。困った人がここにいますよと、助けれる人がここにいますよ、つなぎましょう。これは情報発信の力じゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。